四つんばいつい先日体験したことゲーセンから駅への帰り道思いのほか長いをしてしまって店を出るときには二十三時を回っていた途中街灯も何もない田んぼ道を通ることになるんだけどそこでそれと遭遇した 道の中間くらいまで差し掛かったとき俺の横を四つん這いのおっさんが駒送りみたいな異様な速度で走り抜けていったそして少し行ったあたりからこっちを振り向いて四つん這いのまま俺の方を見ているその四つん這いの姿勢も 膝立ちとかではなくて、死徒を倒した時のエヴァ初号機みたいな格好。顔は能面みたいに無表情なのに、目だけがやたらとギラギラしている。そのまましばらく動けずにいたけど、意を決して向かい合ったままじりじりと交代。途中相手が、 完全にこっちに向き直った時は心臓が止まるかと思った結局ゲーセンまで戻ってタクシーで帰宅それから昨日今日と怖くて一歩も部屋の外に出てない一日中カーテンを閉めて布団をかぶってる人間なのかどうなのかわからないけど 脳裏に焼きついてしまったトラウマだお化けが小さい時の話ですある日兄さんがカブトムシの幼虫をたくさん取ってきました僕も欲しくなってどこで取ってきたのと聞いたんですけど 教えてくれません僕は裏山だなと思い次の日友達と二人で裏山に行きました幼かった僕たちはカブトムシの幼虫がどんなところにいるのか分かりませんでした手当たり次第に掘っていったのですけどもちろん採れません僕たちは どんどん山の奥に入っていきましたするとちょっと土の色が違うところを発見しましたきっとここだよ僕たちは嬉しくなって掘り出しましたすると急に後ろから君たち何やってるのと声がしました振り返ると 見知らぬおじさんが立っていて、僕たちは、カブトムシの幼虫を見つけているんだ、と言うと、おじさんは、そんなところにはいないよ。他を探したらと、優しく言いました。でも僕たちは、掘った跡もあるし、きっといるんだよ、と、そのまま掘り続けました。 少し間が空いて、不意に静かな声で、おじさんが言いました。それ以上掘ると、おばけになっちゃうぞ。おばけの声にビビって掘るのをやめると、おじさんはニコニコして、カブトムシの幼虫の取れるところに、手をつないで連れていってくれました。 おじさんの手が震えていたのを覚えています。今思うと何が埋まっていたのか、そしてお化けが出るぞではなく、お化けになるぞは言い間違えただけなのか、すべては裏山の中に埋まっています。 彼女を作らない理由俺の親戚の兄ちゃんつっても30代だけどその兄ちゃんから聞いた話兄ちゃんには彼女がいたんだけど病気になった兄ちゃんは頻繁にお見舞いに行ったり美味しいものを買ってきたりして彼女を慰めた彼女も喜んでいたけど 悲しいことに亡くなってしまったしばらく抜け殻のように兄ちゃんはなっていたんだけど四十九日あたりの時彼女が現れた一人で酒を飲んでいてトイレから戻ってきたら生前の姿でベッドに腰をかけていたという兄ちゃんは涙をボロボロ流して 会いに来てくれたのか、そうか、そう的なことを叫んだ彼女もにっこりと笑いながら何かつぶやいていた泣きながら兄ちゃんがベッドの彼女の横に座ると彼女は本当に天使のようににっこりと笑いながら「死ね」 死ね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 。と呪文のようにつぶやいているのが聞こえたという。笑顔なだけに心底ぞっとしたという。百年の恋も覚め、翌日すぐに婚意のお寺に行った。 これはいけませんなと、住職。お払いをしてもらったら出なくなったという。別に浮気をしていたわけでもないし、もう誰も信じられんな兄ちゃんはそれ以来、彼女を作ることはしなくなったという。 引き出し自分が実際に見たわけではないけどゾッとしたこと今年の3月会社で人事の入れ替えがあったんだベテランの S さんが地方に移動になって私のフロアには新人の T 子が入ってきたところがその T 子 あまり容量の良くない子で、机の上をものすごい散らかしては、書類がないと言って騒いでいた。見かねて、処理済みのものからファイリングして、引き出しにしまうように言ったんだけど、引き出しを開けると、顔が見えるから開けたくないんですって言うんだ。ティーコのデスクは もともと S さんが使っていた場所。年度末の忙しさもあって、くだらないな、とあまり話も聞かなかった。直接の指導役ではなかったし、その後絡むこともなかった。2週間くらい過ぎてから T 子に話しかけた。机の上にはファイルが山積み。 相変わらず引き出しは使っていないようだ冗談で見られたらやばいものでも入ってるんじゃないのと引き出しを開けてみると隣でものすごい叫び声がしたティーコはマジで怖がってて震えてた腐ってきてるティコはそう言って 慌てて引き出しを閉めガムテープで目張りまでしだしたでも何にも入ってないし匂いだってしないのに精神状態が悪いんじゃなかろうかと心配になった結局 T 子はすぐにやめてしまったその後 S さんが亡くなっていたと連絡が入った 移動の後、ほどなく体調を崩し、会社を休んでいたらしい。数日は連絡が来ていたんだけど、そのうち休むという電話も来なくなって。同僚が心配して、何度か家に行ったらしいんだけど、反応がない。上司が大屋さんに行って、中に入って発見したのが、4月の頭頃。 その時には死後二週間前後ほど経っていたそうで中はひどい匂いだったそうだ湯船の中で亡くなっていて発見した上司がしばらくうつっぽくなるほど凄まじい状態だったみたいティーコが見たのは S さんだったんだろうか ティーコはもういないし確かめようがないのが残念偶然にしては時期とかが当たりすぎていてゾッとした結局部署の増員の予定はなくなってしまって机は倉庫に運ばれた震える山 俺が中学に入学した頃、ちょっと太っていたんで、ランニングを始めることにした。ランニングコースは特に決めずに、近所の川沿いにずっと続いているサイクリングロードを、限界まで走って、疲れたら引き返すことにした。だいたい夜の9時頃走っていたと思う。ランニングもすっかり習慣になって、 5月の下旬頃だったと思うけどある日から河原で歌の練習をする男性を見かけるようになった俺は雨が降っていない限りは二日に一回は走るようにしていたんだけど結構な確率でその歌う男性を見かけていたと思うその男性は 毎回サイクリングロードを背にして河原に立っているので顔は確認できなかったけど特に不審な様子は見られなかったというか高原はサイクリングロードにまばらに立っている街灯くらいしかなかったから正直よく見えなかった痩せていて単発だったということしかわからなかった 住んでいたのは田舎だったから、その河原の近辺には、民家はあまりなかったので、歌の練習にはいい環境だったんだろう。まあそんなに歌はうまくなかったけど、声はでかかった。で、その歌の練習をする男性が現れてから、しばらくしたある夜、7月あたりだったと思う。 いつもの瓦の近くを通ってもあのでかい声は聞こえなかったその代わりにギチッギチッって変な音が瓦から聞こえる不審に思って瓦を見たらいつもの男性とは違う太ったおっさんが瓦でしゃがんで何かを集めているかのような動きをしていた なんとなく見てはいけないそんな気がしてそのまま気がつかないふりをしてサイクリングロードを走り続けたそして限界まで走って歩いて家までサイクリングロードを引き返しているときもう一度河原の近くを通ったやっぱり歌声は聞こえなかったしギ ギチッの音は大きくなっている気がする瓦を見てみると何かを積み上げたかのような大人の身長ほどの高さの山があった赤のような茶色のようなそんな色を全体的にしていたので肉を積み上げたもののように見えたが その何かの山が、ギチ、ギチの音に合わせて大きく震えていた。そして、その山から少し離れたところで、また太ったおじさんが、しゃがんで何かをしていたのが目に入った。ちょっとするとそのおじさんは立ち上がって、山に向かって歩いてきたが、 右手には肉のようなもの左手には角材のようなものを持っていたそして右手の肉を山に投げつけると左手に持った角材で山をめちゃくちゃに殴り始めたもう全力で殴っていて狂気を感じた殴られるたびに 山はまた震えて、ギチギチの音も激しくなってきた。そしておっさんは一分ぐらいその山を殴り続けた後、その山に向かって、ああっと叫んでいた。もうこれは近づいてはいけないと思って、俺は足音をさせないようにサイクリングロードを歩いて帰った。 次の日の日学校終わり、事情を話して友人と一緒に恐る恐る河原を覗きに行ったが山も何もなかったまあ騒ぎになっていない時点でないだろうとは思っていたけれどやっぱり不気味だったあんなにでかい山が急に現れて急に消えるのも意味不明だった 友人からは、変な奴扱いを受けるし、正直に話さなきゃよかったなと思ったけど、まあしょうがない。結局それ以降、特に山とおっさんに関することは、何の情報も得られなかったし、見なかった。が、関係あるかはわからないけど、歌の練習をしていた男性の姿を、 あの夜以降見ることはなくなった。特にオチもなくて申し訳ないが、震える山と、それをむちゃくちゃに殴り続けるおっさんの絵は、かなり不気味だった。